皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今回は静岡県富士見高校の学校見学会のお知らせをします。富士見高校、これ富士市にある高校なんですけど、ここで、夏休み前に2回見学会が開かれます。令和5年度の見学会第1回目は6月24日の土曜日、第2回目は7月15日の土曜日になっています。受付は9時からで、見学会自体は9時30分から11時15分で、事前予約が必要になります。各会でも定員があるそうですが、この定員は、何人なのかはちょっと分かっていません。内容は学校の概要説明で、コース紹介、授業見学、個別相談になっていて、申し込みはこちらのチラシを持っている方は、ここの QR コードから申し込めます。チラシがない方、静岡県富士見高等学校のホームページの方から申し込んでくださいとのことです。今回は静岡県富士見高等学校の見学会のお知らせをしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。